はい、昼ルビール放送局、M キャスト、まこねーです。今は、15時、ちょっと回ったところ。普段だったら、もう、お布団に入って、さあ寝ようかっていう時間なんだけど、今日はね、なんかちょっとね、バランスが悪くて、うん、心のバランスも、体のバランスも、あの、筋肉的なバランスも悪くて、ちょっとあのー、 ってきてから、まあ、ご飯作って、食べて、そのまま寝ちゃったんだよね。コトンと。気がついたらもう3時間ぐらい寝てて、まあ、起きたら、今度太もも、左足の太ももがものすごい痙攣して、もう本当筋肉痛というか、あの、本当痺れてるじゃなくて、なんだっけ。えー、っと、本当痙攣して、もう痛くて痛くて、もう、悶絶してたの。動けなくて。 まあ、それでもね、ちょっとトイレ行きたかったから、まあ、頑張ってトイレ行って、トイレの中で、うわーなんか言ってるうちに、まあ、治って、うん、まあ、とりあえず、うんと、今は、どうっってことないけど、まあね、なんか、あの、うんと、 このね、ポッドキャスト初めて、今ぶっちゃけ初めての危機っていうぐらい、なんか今日はテンションが低くて <laughs> その。そう。闇キャストね、うんと、収録するのも、いやー、どうしよう。なんかお茶を濁して5分ぐらいでやめちゃおうかなとか、いろいろ考えたんだけど、多分喋り始めれば、いつも通り普通に30分ぐらい喋っちゃうのかなとか思っています。で、うんと、今日から、もうちょっと意識して、ゆっくり話すようにしたいと、 思いますうーんうーんだって私ねなんか寝る間際になんだかんだ言って自分の収録を聞きながらあの寝てるんです <laughs> 私ね自分の声がね嫌いなのよもともとでもね最近聞き慣れてきたせいかなんかちょっと好きになったかも。 <laughs> まあそれで、まあね、なんかチェックも含めてあの自分の声聞きながら寝るようにしてるんだけど、えっとね、今日のテーマはというか、まあ実は3日4日ぐらい前にやってしまったことで、まあ私のね、言葉は本当場合によっては格段灯波に破壊力があって、まあ一人の男性を多分、やっつけてしまったんだよ。 うん。それで、まあ、それに関する反省と、あの、うんと、だから SNS 嫌いなんだよね、みたいな話を今日はしていきたいな、なんて思ってます。まあ、そのお話は、まあ、インスタグラム上のことなんだけど、まあ、私のインスタグラムは二つアカウントがあって、一つは私がメインで撮り続けてるストリートフォトグラフィーの 写真そうもう一つは、まあ、日常的な写真、うん、とあとはまあお知らせみたいな感じなんだけど、えーっとね、ストリートフォトグラフィーの方はストリートフォトグラフィーって、まあ、街の中の人とすれ違う一瞬とかね人が写ってる写真よ街の中のねあれは私どっちかというと哲学的なもので、うん、と私はね 今自分で見てる目の前のものが真実だっていう自信は全然ないのもしかして全部偽物じゃないかなとか思っててそれをカメラで撮ることで初めて真実として見えてくる気がするのねうんだからストリートフォトグラフィーは私が撮ってるっていうよりも真実をカメラを通して記録してるっていうような感じのコンセプトなのでもう一つの写真の方はどっちかというと あの、私のここの内面を含めた、私、が誠っていうフィルターを通した世界の、あの、写真なのよ。そう。もう一つの方はね。だからまあ、ストリートフォトグラフィーと、えっ、ー、と、もう一つの、うん、と方で、セットで私の両方写真だっていう風な感じになってるんだけど、まあ、そこまでね、説明して見てくださいって言ってるわけでもないし、あの、どっちかというと、私の、あの、 安否確認用の <laughs> アカウントみたいな感じになってます。うん、それで、そのストリートフォトグラフィーの方なんだけど、まあね、同じようなことは以前ツイッターをやってた時もそうだったんだけど、稀にね、稀に、一年に一回ぐらい、えっと、あなたのことが好きです。僕と付き合ってくださいみたいなメッセージが来るのよ。 うん。そう。まあ、どちらもクイアのアーティストですよって書いてあるので、まあ、あの、うんと、そういう、ちょっと普通の女性じゃない私と出会いたいっていう人かもしれないし、あの、ちょっと何とも言えないんだけど、どちらもね、たまたま、あの、ここ最近、というかここ2、3年でそういうことがあった中で、えっと、お二人の男性は二人とも、 ドクターだったのね。そう。でも、相手のアカウントを見ても、まあ、大したこと書いてないし、大したことを、あの、うん、と写真も載ってないの。うん。だから、なんか職場の写真がちょっと載ってたりとか、あの、家族の写真が載ってたりとか。そう。で、まあ、両方、まあ、今回の人は英語だった。前回の人も英語だと思うんだけど、えっと、前回の人は、あの、うんと、 国連に雇われてて、えっと、シリアで、あの、お医者さんの仕事、お医者さんしてるっていう方で、ブラジル出身の方だとね、うん、ぜひ日本で君と一緒に住みたい、一緒に暮らしたいんだ、みたいな感じで、そう、日本で仕事見切られるかな、みたいな話なんかをしてたりしたんだけど、なんか話してるうちになんか、あの、えっと、 なんかね、日本に行きたいから日本人と知り合いたいみたいな、そんなニュアンスを感じるんだよね。そう。もちろん私は私にとっての英語のね、勉強相手でもよかったんだけど、なんか、あの、うんと、この人に、この人の都合に合わせてコントロールされてるような感じがしてきて、こう、なんか、うんと、そのうち、あの、詐欺なんじゃないかなとか、 あの、最近はちょっとわかんない。私のところには来ないからわかんないけど、あの、以前はさ、Facebook とかで、あの、退役軍人を語って、えっと、お金を巻き上げようみたいなことの、あの、メッセージとか多かった頃があったのよ。まあ、そんなのリアルタイムでは見てたから、まあ、私のところにもいっぱい、何月か来たことあったな。いっぱいはないと思うけど。 うんまあ、そういうのもあったからなんかこれも怪しいなーなんて思っていたのよで今回の人も、まあ、今回の人はね、うん、と DM でくれて、えー、と君のプロフィールも君の写真も見ては僕は君のことすごく興味があるんだよだからあの、うん、とぜひ、えー、と君に会いに行きたいんだなんて話だったの、まあ、たまたまね私がテンション低い日に見たからいやあなたの あの、言葉ですごくテンションが上昇したわ。ありがとう。みたいな感じのメッセージを送ったらさ、そうしたら今度直接、今度は直接あの連絡取り合いたいから、メールか、そう、What App の、う、え、ん、っと、アカウント教えてって言ってきたんだけど、おかしいと思わない <laughs> だってインスタの DM で十分じゃん。そう。直接連絡取り合いたい。うん WhatsApp わかるよわかるよまあ、LINE みたいなもんだから。うん。わかるけど、でもさ、うん、じゃあメールってどうなのまあ、国が違えば文化も違うから、まあ、どこの国の人かちょっと聞かなかったし、なんかね、英語もすごくね、しっかりした英語なの。ほんと、検索エンジンでけんあ、検索じゃなくて翻訳で翻訳したぐらいの。だから、多分、母国語は英語じゃない人だと思うんだよね。 で、まあ、うんと、そうやって、教えてって言ってきたんだけど、私はさ、今、16時間ダイエット、断食をしながら、この、ポッドキャストを続けている、続けていくっていうことが今、最優先事項だから、だから、まあ、それに邪魔になるようなものはいらないわけよ。ぶっちゃけ。正直ね。そう。だから、あの、うん、と他あの、インスタグラムの DM 上で、まあ、 大したことないいやり取りぐららだったらまあまあ付き合ってもいいかなとか思ったんだけど、まあ、わざわざメールわざわざワ t ツアップまあ、ワ t ツアップじゃなくてもいいと思うけど、あのあと、そこまでして、あの、この人とコミュニケーションを続けなきゃいけないんだったら、まあちょっと私は、あの、遠慮したいわっていうのが本音で、まあ、あの、私の創作、そこで私の創作活動に、 あの支障をきたすようなあの関係を求めてないので、あそうじゃないな、私は私の創作活動のために、えっと、創作活動を最優先にしたい、まあ、それで、うんと、わざわざインスタグラムじゃないもので、コミュニケーションを取らなきゃいけないんだったら、私は遠慮したいわっていうような感じであ、そうだ、そもそも私はあなたに興味ないしと。<laughs> そう興味ないし、えっと、わざわざインスタグラム以外でコミュニケーションをとるためにあの私の創作時間を削る必要があるんだったら遠慮したいわっていう内容を送ったんだよね、まあ、そうしたらねもちろんそこからあの一言も返信来なかったそう、まあ、そこら辺ねインスタグラムいいも悪いもあの記憶がつかないから私は LINE より気に入ってるんだけどうん私は LINE 嫌いなんで そう。あの、既読っていう機能がね、便利は便利なんだろうけど、まあ本当なんか、感じ悪いよね。<laughs> 私も、私もすぐ既読するようしてたし、多分既読するよも普通にされるし。そう。まあそれが、あの、気にならない人は気にならないんだけど、私は、あの、気になるのよ。気になるし、多分私が既読する人、した人も気になってただろうし。まあだからまあ今は LINE は使ってないです。うん。 まあセキュリティ的にもガバガバだからね。そうまあ、所詮、所詮、あの、あちら側のソフトは、やっぱどっかね、ちょっと信じられないっていうところがあって、まあ私が TikTok があまり TikTok を使わないのは、まあそこら辺の理由だったりとか、と言いつつ、まあインターネットにつながってれば、まあセキュリティなんかガバラバだって思ってるわけよ。うん。 まあ、パソコンもそうだし、スマホもそうだしね。そう。まあ、あの、ある程度仕方ないかなっていう前提ではやってるんだけど。うん。それにしても私、LINE があまり好きじゃなくて、まあ嫌いで今は使ってません。うん。だから、連絡つかなくて困ってる人多分いっぱいいると思うんですが、もし聞いてたらごめんなさい。<laughs> そそんなわけでね、うん、どうしようかなと思ったんだよ。うん。 あの、ものすごくいい人かもしれないじゃん。そう本当に好意を持ってくれてる人かもしれないじゃん。でも、あの、直接に、ね、会ってない人からそういうふうに意を寄せられてるようなニュアンスのメッセージをもらっても、それも一回二回しかやりとりしない中で言われても、なんかね、私は引いちゃうんだよね。まあ、とかくさ、あの、どこの国ってわけじゃないけど、外国人は、 の男性はほんとストトレートだよね本当にグイグイくる。うん。まあもちろん嬉しいんだよ。グイグイくるし、もう君のことを考えたらもう仕事に手につかないなんか言われると、うさだろこいつとか思いながら、うん、本当ありがとうとか言いながらもうそう、もう感激しちゃって、早くあなたのことを、あなたと会いたいわみたいなことを平気で書いちゃうんだけど、 でも、そんなわけないでしょ、ね。っ <laughs> て思っちゃってるんだよね。それにさ、まあ、あの、私は、あの、四六時中、あの、好きな人と一緒にいたいってことは、まずないのよ。うん。だから、できれば、まあ、遠くにいて、あの、一週間に1回ぐらい連絡するぐらいな、ような、超緩い関係が望ましいのね。 だからまあ、あの、全然外国の方でもよくて、そう、まあ、それこそ、あの、2年、3年に1回しか会わないぐらいでもいいのよ。うん。ましては、あの、うんと、まあね、私はあまり、あの、夜の仕事が、夜の仕事じゃない、夜の関係が、あの、あまりお好きじゃないので、まあ、あの、うんと、身近にいられて、ぐいぐい来られても、なんか、 ういんだよね <laughs> 好きじゃないっていうか、あの、うんと、本当に満足した経験がほとんどない。心から満足した経験がほとんどない。まあ、あの、うん、と過去にね、女性と付き合ったこともあるの。うん、何回か。そう。でも、最終的には、あの、私がね、やっぱセックスに乗り気じゃないんだよね。 うんまあ、夜のお勤めに乗り気じゃないのよ、そう、あのね、女の子と、まあ、そういう関係になっても、あのそうかほら体はいじってないから、まあ、それなりにあの発射するよ、うんあの、私の体は便利なもので、刺激されれば元気になるし、刺激すればあの気持ちよくもなる。うん そこはあのしっかり男性のが動いてるんだけどでも心の満足感は薄くてどっちかと,うと終わった後とのなんか「ああやっちゃった」みたいな感じのなんかあの、うん、と発散して終わりみたいな感じであの心の満足感はないのよね女の子とそういう関係になっても。うん、そ,うそんなだから まああの、付き合い始めた直後はね、それこそ、あの、毎日ってこと、それでも毎日はないのよ。そう、1週間に2、3回ぐらいはあるかもしれないけど、付き合い始めてもうすぐ1ヶ月もしないうちに、まあ週1回なり、もう2、3ヶ月後には1ヶ月に1回あるかないかみたいになっちゃうわけ、私は。うん。だって、あの、うんと、ほんうんと、楽しくないんだもん。 でまあえっとまあそういうことにねあの超積極的なあの女性もいるじゃんいるうんであの積極的なところを見せない人もいるしもうガンガン来る人もいるけどあのまあ超積極的でガンガン来るタイプだったらそれはそれで私も楽しくあの まあ、割り切って遊べるみたいな感じなんだけど遊べるというかできるんだけど、まあ、あのその積極性を見せない人、まあ、子たちとは本当に、まあ、付き合っててもね本当、うん、と苦痛でしかなくて <laughs> 苦痛でしかなくて、うん、もう本当よそ、うん、で私はいいからあの他の人とやってきてっていうふうに心の中で思っちゃうぐらい苦痛なの。 だからって男の子と男性とあのするのがどれくらい好きかっていうとやっぱりさまあなんかちょっと露骨な話だけどあのそれなりに準備もいるわけよ。<laughs> まあねあの、うん、と男性も女性もまあそうだろうけど、まああのうんとまあ、その気になればあの勢いで、ね、あの何も準備することなく勢いで。 できるよ <laughs> そう、うん。でもそう、私の場合は、あのうん、とやっぱりあの、お互いにいい時間を過ごすには、それなりの準備が必要で、そうだからもうその、うんと、その心の盛り上がりと,とリンクしないあの夜のお勤めは、やっぱね、嫌なのね。だから、まあ、それこそあの数ヶ月に一回でも、 一年に一回でも、たまにあった中でもう、もう、もう、たまにあった中でっていう感じの盛り上がりを自分の中で作っていかないとテンションが上がっていかない。<laughs> 土地のテンション上がっていかない。だから、まあ、あのしょっちゅうあってしょっちゅうっていうのは本当嫌なのね。うん、そう。まあ、だと、かといって、まあ、あの、私も自家発電しますよ。します。うん。 ど、どっちかというと、日課になってて、寝れない時とか、あの、ちょっとストレスが溜まってる時は、本当あの、もうストレス発散の最高の方法だと思ってます。うん。そう。あの、最近はね、なんか、あの、アイマスク買ってから、まあ、あの、しなくても,しくても、しなくても、となんか眠りについちゃうんだけど、まあ、ちょっと前までは本当毎日、毎日、日課のように、 あの、軸発電してたけど、まあ、まあね、そう、なんだろう、最近、最近そういえばしてないね <laughs>。そう、まあ、そんなことがあってさ、なんか、うんと、もう心の中で、ああ、またやっちゃったって。 そう相手がどんな人か確認してからでもよかったじゃんってもっと時間かけて相手のことを知ってからでもよかったじゃんって思う反面まあ時間かけてねあとでまたちょっと虚しい終わり方ってのも嫌だからまあスパッと切っちゃった方がスパッといっちゃった方がよかったのかやっぱよくこれでよかったのかなって思うところもあるんだよねそうだからまあちょっとねそう やっぱり、あの、どんな出会いでも声かけられると嬉しいからさ、嬉しさがね、なんか空回りしちゃったというか、ガを張っちゃったみたいなところが、まあ、今回ね、本当彼には悪いことしたなと思ってるわけよ。まあ、その気持ちも文章にして送ってあげればいいんだね。そうだね。ちょっと、あの、こんな気持ちでいるんだ、ごめんねっていうことをちょっと書いて送ってみようかな。 そう,うん、そうしたらまたちょっと違う展開があるかもしれないしね。そうね。まあ、そうなんだけど、うん、そうしよう、うん。そうする。まあ、これに関しては、まあ、送った後、また続報があったらお知らせします。あ,あ、そんで、あのー、Facebook なんだけどね。うん、私ね、もともと Facebook を教えるような、教える方にいたの。うん、というのは、 私が、あの、日本に帰ってきて、ネパールの NGO で働いてた後に日本に帰ってきて、うんと、お仕事始めた頃って、やっと Facebook が日本に帰ってきたってとなのね、まあ。私がネパールに行く前は、まだ Facebook は日本語になってなかった。うん。で、本来はね、Facebook が先で Twitter が後だったんだよ。世界的にあの、本来は。 フェイスブックの1年後が1年早くて twitter がその翌年ぐらいに誕生したんだけど、日本はさ twitter の方が早く入ってきたんだよね。で、その後 facebook が入ってきたんだよね。で、twitter を初めて触った時も twitter は英語だったし、あの140文字ぐらいでさ。文章を書いて何が面白いんだろうって思ってたよ。私うん。そうで、まあその後。 フェイスブックが入ってきて、まあ、とにかくね、私、新しいものが好きだったから、ツイッターじゃないフェイスブック、やっぱね、あの、色の、青い色のインターフェースがなかなか馴染めなくてさ、まあ、最初はあんまりだったんだけど、日本に、あのー、そう、ネパールに行く前後くらいから、やっぱ使い勝手がいいんだよね。 そう、知らない人とでも繋がるし、まあ、あの、えっと、情報共有というか、まあ、近況報告にはすごく最適なツールだなと思って、まあ、使ってたの。で、まあ、ネパールから帰ってきたときに、東日本大震災が起こって、まあ、その時にね、Facebook を使って、あの、私は、あの、その時防災関係の NPO で働いてたから、そう、あの、Facebook を使って融資を募って、災害対応のためのホームページの 運営管理をやってもね、うんまあ、その時に Facebook で、まあ、日本中の人にのクリエイターに力を借りたっていう経緯があったから、まあ、その流れで Facebook の使い方とか、まあ、当時 Facebook ページの活用とか、まあ、そういったのを、えっと、皆さんに教えるようなお仕事をしてた、うん、NPO に所属しながらねウェブ上のツールとかそういうのをいち早く キャッチしてそれをを使ってみてみそその良さを伝えるとかそういうのの好きなのよ <laughs> そういういチャンネル知れよっていう感じなんだけど、でもあの、好きなんだけど、あの、追いかけ続けるのが結構疲れるわけよ。<laughs> そう。まあ、このさ、ポッドキャストってどっちかというと、ジャズティックっていうか、ジャズ的じゃん そうフリージャズっぽいじゃん <laughs> まあフリージャズがどんなものか分かんない人もいっぱいいると思うしジャズって何っていう感じの人もいるかもしれないけどあのまあ私そんなにジャズに詳しいわけじゃないから、まあ、間違ってるかもしれないけどジャズってさなんかちょっと小難しいような感じしない、まあ、クラシックもそうだけど、うん、でもそうじゃなくてあのジャズってもともとね あの一定の,あのリズムとか曲はあるんだけど一定の曲はあるんだけどそれをあのそれぞれの個性にでアレンジして演奏するっていうスタイルだったみたいなのね、うん、だからまあみんながね好きな何でもいいと思う好きな曲をあの、うん、とジャズティックにあのカスタマイズして演奏されたりとかするのもあるしまあそれはあのもちろんあの 歌詞カードがあるとかっていうよりも即興でされてる、うん、だからあのそ,のその日その日のライブでその日その日のプレイヤー、まあ、サックスの人とかあのボーカルの人とかいろんな人が集まってみんなの個性が集まって1個の曲ができていくっていうような感じなのねで、まあ、フリージャズっていうのは、まあ、その元の曲もなくもう本当全部即興みたいな感じだから私の あのー、ポッドキャストは、まあ一定のテーマはなんか頭の中に描いてるけども、まあ基本的には即興で考えてて、あのー、突然話が飛んだりしちゃうじゃない。うん。だから、まあ私はジャズティックな、あのー、ポッドキャストだなって最近思ってるの。まあそれがいいと思ってるしね、私はそっちの方が楽だし。それだけに、まあさっきお話したように、 まあ、ウェブツールとかアプリとかをまあ、使い倒して、研究して、その使い方を伝えていくっていうのはまあ、楽しいは楽しいけど、長くするには私は苦しい。だからやらない。うん。まあ、それでもね、未だにあの、あの、新しいツールとか、あの、YouTube とか見てると広告いっぱい出てくるじゃない。ああいうのを試すのは好き。うん。 だから、初めて TikTok を触った時も早かったんじゃないかなそう。TikTok は最初から日本語版な、日本語化になってたんだよね。まだ、でも、やっかやってる人がほとんどいなくて、そう。私は TikTok よりもその前にあった、バー、バニー、バイ、バイニーだ、バイニーが好きだったな。バイニーはね、15秒ぐらいの動画を、15秒の動画をアップして共有するみたいな感じだったんだけど、 それが多分フェイスブックに買収されて、えっ、ー、と、ストーリーかなんかになったんじゃなかったかな。まあ、まあいいわ。まあそんな話は、とりあえず置いといて。まあ、あの、私も、まあフェイスブックのアカウントもあるの。うん。f a c e b o o のアカウントはもう、あの、ずっと SNS 脱ちしてたから、まあすごいほっといたんだけど、久しぶりに見たらさ、私、あの、あの、私がいないのに、 どこにいるかわかんないのに、なんか誕生日には誕生日メッセージが入ってて、まあ嬉しくなってさ、で、この M キャストの一番さリストのね、一番最初は、この、メッセージを、誕生日メッセージをくれた方に近況報告をする内容になってるの。まあ興味ある方は、まあそちらを、M キャストのリストの一番最初は、まあそのメッセージなので、まあそちらを聞いてみてください。うん。 まあここであのリンク貼っときますって言えばいいんだろうけどもなんかね貼っときますとか言いながらまあバタバタしてるうちに忘れちゃってるからね <laughs> もう余計なことは言わない自分で探してください <laughs> そうね <laughs> うんと、まあ、探してるうちに他のテーマの話が面白そうと思って聞いてくれるかもしれないし、うん、でですねフェイスブックメッセージ送ったんだけどまあそれは メッセージが書いてあったから、まあ、近況報告を貼って、あのと、まあ、あとこんな YouTube でこんなことやってますよ、みたいなことを書くんだけど、まあ、なんかね、うんと、あの、インスタグラム、私、インスタグラムはさ、ほんと、もう投げっぱなしみたいな、普通な気がしてるの。ほんと、あの、うんと、ボールを持って、野,野球でもバレーボールでもいいんやけど、ボールを持って、あの、 うちのね、住んでる、あの、集合住宅の屋上12階から13、13階か、13階から外にポンってボールを投げて、あとは知らないみたいな感じの感覚なんだけど、Facebook って、なんかやっぱあの、うんと、リターンを期待しちゃうんだよね。そう。まあ、リターンを期待,期待しちゃうっていう意味では、 まあ YouTube は軽いよね。YouTube はあの、所詮あの、視聴数、視聴率、視聴数とかチャンネル登録数がリターンになるわけだから、まあ、そこをアテンして期待して、もちろん投稿するってことから、重要は重要だけど、私は今そこに、あの、そこが今、ものすごく楽しかったりするわけじゃないから、 まずはあの、うんと、自分の表現できる場ができたってだけで、自分を表現できる場ができたってだけで、今は嬉しい段階だっけに、あの、そこを、あの、大きく改善しようっていうのを、あんまり一生懸命やってないけど、まあ一生懸命というか全くやってないけど、でも,も Facebook はやっぱね、知ってるだけに、あの、まあなんかしらリターンを期待したわけよ。リターンがないとやっぱりね、寂しいのよね。 <laughs> もう寂しさが嫌だしかといってコメントがいっぱい入っててもそれに対応してコメントのやり取りってあのあのワンリアクションに対してワンリターンした先にさらにもうワンリターンが来るっていうこと来るようなコメントを書かなければまあそういうのないじゃん。 うん、でも、そのやり取りがまた面倒くさかったりするわけよ。だから、私は SNS は,は、ブログ的にポストして終わりみたいな感覚がいいのよ。そう。それで、まあ、Facebook に投稿してみたけど、なんか、やっぱ Facebook がなんか肌に合わないなっていうのが、まあ、正直なところで、あの、積極的に今使ってないんだけど、まあ、来月、4月の1日ぐらいになったら、 うんとまあ、クロスポストって言って、例えば、うん、YouTube に投稿すると自動的に Facebook にも Instagram にも投稿されるみたいな、そういうあの、うん、とクロストークを可能にするツールがあるのよ。IFTTT っていう、うんまあ全。全部、日本語はないんだかな。日本語にはならないけど、まあ、あの英語でできてるから、まあ、簡単に翻訳できて、使い方もそんな難しくない。 うん、あの中学英語ぐらい知っていればあの使,い方使えるぐらいなあのツールなんだけど、まあ、それを使ってあの、まあえー、と自分が発信したコンテンツに関してはクロスポストしてあの、まあ、そ,こにそこのアカウントに何か社接触ある人にあの私の,あの安否確認というか今現在進行形の情報をアップできるような形にしていこうかなと思ってるのね。うん まあ、IFTTT はまあ有名なツールだから、まあ、そういう SNS やってる人は、ね、みんな知ってるかもしれないしね、<laughs> そ,ううんまあ、そうやってると、やっぱり,あのやっぱり私あの、Facebook にしよう、SNS のコメントってやっぱ苦しいんだよな、うん、そう今のところ楽しいとは思えない。 そう。だからね、本当、ポッドキャストも、うんと、そもそもコメント機能をさ、あのー、非公開にしちゃうって点もあるわけじゃん。うん。そう、非公開にしちゃって、えっと、まあ、うんと、コミュニケーションを取りやすい、ここじゃない、あの、コメントじゃない、あの、完全非公開じゃ、非公式で非公開じゃなくて、完全公開じゃない、 あの、メンバーだけしか見れないような感じもう、確かね、YouTube できるんだよね。例えば、メンバー登録にして、メンバー登録さん用のコミュニティ。そう。うん。もちろん、私ちょっと自信ないけど、メンバー登録も、ね、多分ね、0円からできるんじゃないかな。まあ、通常はね、あれ、任意で値段決められるはずだから、 まあ100円とか200円とかって人もいれば1000円2000円の人もいるしまあ値段が高くても安くてもいいと思うんだけど私はあのえっとコミュニティであのお互いにコミュニケーション取るにはまあ0円でもいいと思うしまあ50円でも10円でもいいんだよね <laughs> そ,うそうそうそうまあそんなことをよくよくはやっていきたいと思うんだけどでも コミュニティを作るにしても、あの、収益化まで持っていかないことには多分できないと思うから、まあ、ちょくちょくとね、やって配信を続けていきたいなと思ってます。まあ、そんなわけで,ですね。うんと、まあ、毎日、なんだかんだって、えー、っと、朝の、ワキャリダイエットウォークで40分ぐらい。で、えっと、エミキャストで30分ぐらい。 で、えー、っと、今日のアウトプットで、まあ、10分か15分ぐらい。そうすると、やっぱり1時間半ぐらい喋っ,ってるのよね。スマホに向かって。そう、知らない人がいたら、ね、あの、独り言をずっとスマホに向かって喋ってるような感じだから、なんかちょっと変な感じだけど、最近は自分の声が、もともと嫌いだったのに、ちょっと好きになってきて、 一人ごと、てか、ポッドキャストの収録も、まあ、慣れてき、あの、今日もね、ほんとテンションが上がんなくて、本当あの、10分、15分ぐらいでも喋れればいいなと思ったんだけど、気がついたらもう30分超えてると。まあ、そんなわけで今日も終わりにしたいと思うんですが、うん。まあ、明日もありますので、今日はね、もう15時過ぎちゃってるんだけど、あの、15時過ぎた、 過ぎる前に、あの、食事を、最後の食事を取ったんです。うん。えっと、10時半ぐらいに一回食事取ったんだけど、そっからね、寝ちゃって、で、あの、甘いの食べたい時用にさ、買ってたウェイハースとかが、あの、何個かあったんだけど、まあ、それも、なんか勢いよくみんな食べちゃって、まあ、ちょっと、足が痛かったりとか、あの、あの、心のバランスが悪いのは多分、 タンパク質不足かなとか <laughs>、昨日の夜ね、あの、16時間断食じゃなくて、あの、タバタトレーニングして、まあ、筋肉をカチカチまで使ったから、まあ、ちょっと疲れが溜まってんのかなってことで、まあ、タンパク質系のウェアハウスをパパって食べて、で、大好きなコーヒーをギュッと飲んで <laughs>、やっとちょっとテンションが上がってきたんで、ようやく収録できました。今日は、まあ、あの、15時までに、 まあ、あの、最低限やらなきゃいけないことをやって、そうして、休みたいと思います。うんで。今日はね、12時からの仕事がないので、まあ、ちょっと、1時ぐらいまで寝て、起きてから、えっと、4時ぐらいまで、えっと、他にやらなきゃいけないことをやはり、仕事に行くみたいな流れにな,ろうなるかなと思っています。あそんなわけで、まあ、テンションが上がらない日もありますけど、そう、やりかし、や,やらかしちゃった日もありますけど、 あのなんとか、えっ、ー、と、今日も収録することができました。これはも、あの、多くても、もちろんね、あの、視聴数が多いときは嬉しい。でも少なくても、やっぱり一人でも聞いててくれると、やっぱり嬉しい。幸いなことに、あんまり、あの、誰も聞いてないってことはないんだよね。<laughs> あの、私ね、あの、アクセスログ、えっと、アナリティックスって言うんですけど、 あの、グーグルの YouTube には各アカウントにアナリティクスが結構ね、詳細まで見れるアナリティクスが載ってるんだけど、あの、そのデータはまだ全然見てないの。特に、この、うんと、ポッドキャストに関しては。うん。だから、そのデータを見,れ見ると、多分、どういう世代の人がどういう時間にどういう風に視聴してるかっていうのがわかるので、まあ、それを見れば、もっとね、あの、視聴数が稼げそうな時間の、あの、配信とかもできるんだけど、 それはまだ、あの、私の中ではデータ数がちょっと揃ってないなと思ってて、まあ、せめてね、今の体制で、あと1ヶ月くらいは続けていって、その後、時間の修正とかをちょっと考えていきたいと思います。そんなわけで、今日もこれで終わりにしたいと思いますが、えっと、明日ももちろん収録します。明日の内容は何も考えてませんけど、うん。まあ、明日が、あの、今月、今週最後の収録になって、多分今月最後の収録になりますね。 ま、もしかしたら、あの、んと、このポッドキャストを、まあ、振り返ってみたいな話もいいかもしんないね。まあ、そんなわけで、皆さん、えっと、今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日からゆっくり話すと言ったんだけど、話し始めたらペラペラ喋ってしまいました。そんなわけで、皆さん、また明日、バイバイ、ま、コねえでした。